コ、あ、障害、タコ、タコ、こっち系、タコ、あなたを、私があなたをね。じゃあ私からよろしく。村松智子さん通称カツオ、誕生日は10月23日日付限定何年か94年、はい、1994年生まれです。私とは3つ違いです。性格は明るい、好きなものはなんかライオンキングと違うまあいいや、うん、あ、好きなものライオンキングじゃなくて劇団四季、だからライオンキングも見るしアラジンも見るし、あとノートルダムっていうのも大好きですいっぱい見に行ってました。好きな食べ物は生クリームあと歌唱書きね。自分と好きなものがほとんど似てて、最近の私たちのマイブームはタピオカです。ちょっとプレイ系の話、あ、プレイ系あ、プライベートばっか、まあ、ポジションはセンターバックです。もうザ・ファイター、もうヘディングもすごいしスライディングもするし、もう守備の要です。頼れる、もう頼れる。あ、そして大事なこと言うなって、何何、キャプテンですありがとうございます、それ欲しかった性格はなんかのほほんってしてます。基本的にはなんかもうその場がパッてなんかこうふわっと明るくなる感じでのほほんとしてるんですけど、サッカー中はなんかこうスイッチが入ってすごいファイターなんですよ。本当アストモファイターで、アストモ几帳面で、とにかく家とかロッカーとかがめちゃくちゃ綺麗で、なんかちょっと潔癖なのかなって思う時もあるんですけど意外とそうでもない、あ、ここ気にしないんだみたいなとこもあります。そう、食べ物の趣味も合うし、好きな食べ物は湯葉と栗とタピオカとかクッキーとかも好きなんで、その食べ物の趣味も合うんですよ。でよく遊びに行ったりするんですけど、靴が結構こだわってます。いつも靴にこだわりを持ってて、はい、靴を見るのが楽しみですね。以上です。ありがとうございます。あ、終わり。サッカーのこと言うの忘れた。ファイター、ファイター。あとはなんかユーティリティ性がすごくて、ボランチもできるしサイドバックもできるし、なんか空間認知能力が半端ないです。空間認知能力、なんかその相手の間に空間把握、相手の間に入ってなんか忍者みたいにこうポジションをかき回してくれるのと、そうですね、はい、すごい頼りがいがあります。ありがとう。いや、お互いに何て呼んでるかとかってあります。あさと、カツ、カツオのカツ。サザエさんのカツオに中1、小6の時に髪の毛ちょっと坊主気味でで、似てるって言われてからずっとです。はい、その監督が今年から変わって、サッカーっていうところはすごい変化がある中でスタートして、まあそうですね、最初はちょっとこう探りながらやっている感じもあったんですけど、まあ、その少しずつ方向性というかチームとしてどう戦っていくのかっていうのをやってる感じだよね。あと、まあ、カップ戦で失点がちょっと多かったので、まあ、守備の強度っていうのはすごい監督から言われることもあったので、まあ、最近っていうかそのこの1ヶ月間はやっぱ守備の強度っていうのは意識したよね。うん、そうだね。その寄せるスピードとか間合いとかは、まあ、去年よりもより厳しく求められているところなのかなっていうのは思います。まあ、若い子多くて、まあ、結構おとなしい子が多いので、声かけたりコミュニケーション取るようにしてるのと、まあ、こっちが一方的にこう言ってもあんまりなので、まあ、なるべくはお互いの意見を言えるように、まあ、そういうなんか上だから話しかけにくいみたいな雰囲気はなるべくは作らないようには意識してます。
いやもうなんか本当に下の子とかはもうにもみんなになんか声かけて、まあ、ちょっかい出してるっていうかでもなんかそれがすごいチームのこのいい雰囲気を作ってんじゃないかなと思って、めっちゃすごいですよ。ありがとう。いいですね。まあ、移籍は正直痛いです。あのみんないやいかなり痛いですけど、まあ、そのベレザっていうチームは歴史があって伝統ある強いチームっていうチームなので、まあ、人がいないからとかそういうのはもう本当言い訳なので、まあ、今いるここにいるメンバーで戦っていくっていう意識はあのもう少し全員が持つ、自分も含めて持たなきゃいけないところかなっていうふうには思います。 どうかな、うん、同じ同じ去年本当主力で出た人が抜けて、その分今まで出れてなかった人たちにチャンスがあるっていう面では、でもそのチームの底上げにもなると思うので、まあ、もっと一人一人が責任持って勝ちにこだわるところだったり、そういうのをつけて いけたらいいなって思います。メニラの時からなんかボールをつなぐっていうのはすごい意識づけられていて、でそのまんまそのベレーザに上がってきたので、やっぱボールを失わないとかゴール前での細かいボール回しとかはやっぱベレーザらしさかなって思います。どうですか？うん、そう思う。まあ、どんな状況でも、まあ、その強くあり続けるっていうのはベレーザらしさかなって思います。主力が抜けたりしてもメニーナからすぐに即戦力になれるような選手たちが、まあ、その出てくるっていうのはそのベレーザならではの良さだと思うので、まあ、そういう底上げっていう意味でも、はい、強くあり続けるのがベレーザらしさかなと思います。最近ベレーザらしさっていうのは今言った内容だとあんまらしさっていうのは出てないのかなと思うので、まあ、そこをより取り戻すじゃないですけど意識して行きたいね。リーグ戦っていきたいね。うん。カップ戦で悔しい思いをして応援してくれた方々にもすごいがっかりさせてしまったので、まあ、ベレーザーらしさっていうのを思い出して、うん、見ていて楽しいサッカーをできるように、そしてリーグ優勝できるように頑張ります。あの Wii になってからタイトル取れてないので Wii の、まあ、そのタイトル取るっていうところにこだわりを持って、まあ、リーグ戦っていうのは一発勝負じゃなくて積み重ねっていうのを、まあ、本当去年強く感じたので、まあ、そこを一試合一試合積み上げていけるように、一試合一試合の中で成長していけるように、あの、まあ、監督がよく練習の中で言ってる競争っていう言葉がを、まあ、よりもっとチームの中で競争心っていうのを持って、あの全員で成長していければいいなっていうふうに思います。ベレーザのサッカーを一回見に来てもらえたら、アサトだったりモモカだったりオトたちが絶対ワクワクさせてくれるようなプレーをしてくれると思うので、ぜひ一度見に来てほしいなと思います。ありがとうございます。以上になります大丈夫そう大丈夫そう大丈夫かな